はい、YouTube、オードマン TV のオードマンです。私、こう見えて無職じゃないですか。少し前から考えてたんですけど、私、ハローワークの職業訓練を受けてみようかと思っております。職業訓練を受けるからといって、誰でも受けられるわけではありません。選考による選考試験があります。筆記と面接です。私が何の職業訓練を受けるかは、まだ内緒にしておきます。私の前の仕事なんですけど、手に職のつかない仕事でした。給料も安い。だから仕事を辞めてしまえば、ただのおじさん。というので、次の仕事は何か手に職、技術を身につけ、活かせられる仕事がしたいと考えました。私の昔の動画で、プログラミングを勉強してます。というのがありました。大野さんの職業って何ですか？あ、私ですか。プログラマーです。という響きに憧れました。実際、私がその動画の中で紹介した本がこちらになります。換気出版から出てる日々の新さんの文系でもプログラミング副業で月10万円を稼ぐ。初めてでも挫折しないというこの本を読みました。実はこの本の前にも先にこちらの本を買っておりました。省エイ社の JavaScript の絵本。知識ゼロでも大丈夫。ウェブの世界の標準言語でプログラミングに挑戦みたいな、こっちの本を買ったんですよ。ところがですね、こっちの本はもう最初の数ページで挫折しました。この JavaScript っていうのがプログラミング言語です。プログラミング言語ってこの JavaScript を含め何種類もあります。その用途によってプログラミング言語を使い分けるっていう感じですね。ではなぜ私がこの JavaScript のプログラミング言語を勉強しようと思ったのか。と申しますと、YouTube でプログラミング言語の勉強を検索したときに、アキチョンさんという方のチャンネルにたどり着きました。で、アキチョンさんがその動画で使っていた言語というのが JavaScript でした。なので私も JavaScript を勉強しようと思いました。ところが実際やってみると、その構文っていう、なんて言うんでしょう、数学でいうところの公式、数式というのが、これが全く理解ができない。この構文を入力するとこういう動作になりますよと本には書いてあるんですけども、だから何、アップルのホームページを作るにはどうしたらいいのみたいな。アキチョンさんの動画を見てて勉強はしてたんですけども、動画を見てても手元に何も残らないじゃないですか。やっぱりテキストみたいな本が欲しいと。そこでこの本を買ったんですけども、全く理解できませんでした。そこで次に買った本がこちらになります。この本を読んで初めて企業のホームページとかウェブページの仕組みが分かりました。ウェブページにはこちらの3つの要素が必要になります。まずですね、この私みたいな素人にしてみれば、上2つのこの読み方すら分からない。一番上が何て言うんでしょう。エティムル。で、2番目が何ですか。スって読んじゃいそうじゃないですか。でも実際は一番上は HTML って読みます。で、2番目はCSS って読みます。まずこの HTML っていうのはハイパーテキストマークアップランゲージ。この HTML っていうのは、まあ、いわゆるテキストですね。文章、文字、写真を表します。それをこの CSS、カスケーディングスタイルシート。まあ、なんて言うんでしょう。装飾って言った方がわかりやすいでしょうか。つまり HTML で書いた文章っていうのはただの文字の文章、味気もない、何の味気も素っ気もない文章なんですよ。そこで CSS でその文字のフォントだったり、サイズだったり、色だったり、そのページの背景だったりを指定してやる。そこでホームページっていうのが出来上がります。そこでもう一つ必要になるのがプログラミング言語です。この間ですね、久しぶりにドキッとした出来事がありました。あるですね、政治経済に関する真面目なホームページを見ていたら、サイドバーのところにこの写真が出てきたんですよ。これすごい興味湧くじゃないですか。ローラの股間が一体どうなってんの、ここムービー押したら一体どうなっちゃうのみたいな。そこでまあ大抵の男性はクリックするじゃないですか。すると次の瞬間画面にポン、ご登録ありがとうございます。30万円振り込んでください。365日動画見放題です。やったー、365日動画見放題だ、やったーとならずに、あ、やられた。これがいわゆるワンクリック詐欺。だから何も知らないスマホ初心者、特に高齢のおじいちゃんがこれ引っかかっちゃうんですよね。
スケベスケベ根性で、ああこれをここをクリックしたらローラの股間が見れるんじゃないかと思ってクリックすると、ご登録ありがとうございました30万円振り込んでくださいみたいな、そこでああってなって、あどうしようどうしようと思って下に、あ誤ってクリックした方がこちらに電話ください、ここに電話すればいいのか、ペペペペ、あすいません、ちょっとローラの股間の写真を間違ってクリックしてしまったんですよ、いや私そういうこと全然興味ないんですけど間違ってしまって、はいそうなんですよって電話したらもう終わりなんですよね。相手方に、ああそうですか、じゃあ解約手数料だけ3万円かかってしまいますので、こちらにこれから申し上げる口座に振り込んでもらえますか、あ、わかりました、すぐに振り込みたいと思います、あ安心ほと思ったら、それがワンクリック詐欺。だから私が言いたいのは、たとえローラの股間が気になる写真が出てきてもクリックしてはいけません。じゃあこのローラの股間の写真とプログラミングが何が関係があるのかといったら、多分ローラの股間の写真をクリックするとこの表示が出るというのがプログラミングだと思うんですよ。だから機械自身はそのローラの股間とそのワンクリック詐欺っていう認識はないんですよ。ただローラの股間の写真がクリックされたらこの表示を出すというプログラミング。だから実際クリックしたからといってこちらのデータが向こう側に行ってることはないと思います。で、先ほどのこのローラの写真だったんですけども、クリックできるのはこのローラの股間のこの写真だけなんですよ。上に FC2 動画っていうところもクリックできない。で、横のメニューのところもクリックできないし、コメントのところもできないし、何もできない。だからこの画像自体、FC2 動画っていうのは実際ありますよ。だけど実際触って反応するのはこのローラの股間の写真だけ。だから私が言いたいのは、ローラの股間の写真には気をつけろですね。で、実際この本を読んで、まあ、プログラミングを勉強しようと思ってたんですけども、この本で実際プログラミングに書かれてるところって、この部分なんですよ。最初のこの部分っていうのは先ほどのその HTML と CSS に関することで、わずかにこれだけ。で、これが全てではないです。その後私が買ったのがこちらになりますね。SB クリエイトから出ている本当によくわかる HTML and CSS の教科書と、同じく SB クリエイトの本当によくわかる JavaScript の教科書。始め出しても挫折してでも基礎力が必ず身につく。もう書いてみます。世界で一番簡単な丁寧な入門書。でも、やっぱり独学でのプログラミングは厳しさを感じます。プログラミングを独学でやることの厳しさを感じてたとき、YouTube でこちらの新田さんの動画を見ました。この新田さんという方は、私と同じ無職で、で職業訓練を受けて社会復帰を目指そうとしている方です。この新田さんの動画を見て、私も職業訓練を受けてみようと思いました。昔ですね、ハローワークでその職業訓練の相談をした時にですね、言われたのがですね、年齢的にちょっと厳しいんではないんですか、というのをちょっと言われたんですよ。だから、自分でちょっと独学でやってみるかと思って頑張ってたんですけども、やっぱり独学では厳しかったです。でもやっぱり職業訓練は受けてみたいと思いました。なんつうんでしょう。やらないで後悔するより、やって後悔する。それが私のモットーです。実はすでにこの職業訓練の事前の説明会には参加しました。まあ、説明会と言いつつも、その訓練校の方とワンツーマンで話を聞く。で、こっちも質問するという形式でしたね。訓練校の説明会なんですけど、参加はした方がいいみたいですね。受けて帰ってきた後にネットで調べたら、事前の説明会は参加した方が、その後の選考試験で受かりやすいという情報が書いてありました。まあ私自身も、その説明会に行って少しでもこの顔を覚えてもらう、やる気を感じさせた方がいいんじゃないかなという、まあ狙いもあったんですけどね。試験内容は先ほども申し上げた通り、筆記と面接。で、その説明会の方が言ってた話では、その筆記試験というのはもう本当に常識問題。下手したらもう1分でできますよなんて言われたんですよ。あ、そうですか、みたいな。で、あとはその面接でその人のやる気を見る、みたいな。その担当の方が言ってたんですけども、今年はどのコースもなんか定員っていうか応募が多いみたいですね。例年だと定員割れのコースも多いらしいんですけど、今年はなんか定員の倍ぐらいの応募がある、って言ってました。ということで、数日後のその選考試験に向け、まあ、とりあえずその面接ですね。面接で、その、まあ、聞かれることも大体決まってると思うんですよ。その、志望理由、動機ですね。志望動機。
とか、あなたの強みは何ですかとか、で、社会でどのような企業でどのような仕事に就きたいですかみたいな感じ。だからそこら辺をもう文章を暗記して喋れるような感じにして、試験、選考試験に臨みたいと思います。ということで、ここからは数日後の選考試験の様子をご覧ください。どうぞ。